ラミレスです。ホームランがないということは、あのラミレスのホームランパフォーマンスもまだ横浜に来てからはありません。初球は胸元、ライトスタンドのミスターズファン、どうだ、レフトへ、レフトバック上を見上げている、入った、今シーズンの第1号、9回の裏に飛び出しました。岩瀬から打ったラミレス、ガッツポーズが出ました。ようやく浜野ラミちゃん、あ、いいスピードで帰ってくる、今ホームイン、3対2、さあ1点差。さあお待たせしました、お待たせしました、浜野ラミちゃん絶好調。ようやく浜野ラミちゃん、この一打で後ろの岩瀬の気持ちというのは何か変化はあるんでしょうか。まだ1点差、まあね、どうなんですかね。ただやっぱり初球高かった2球目韓国のじゃ甘いっていう部分でね、はい、あの低く丁寧に放ろうっていう感じになると思うんですよね、はい。外へワンボールワンストライク、清原さん、はい、やっと出ましたが、出ましたね、その前の1点打ったこの中村ですね、はい、6回のタイムリーは打ったのはカットボールで、ドラゴンズからまず1点を取れたので、これをきっかけにしたいということでしたが、うん、はい、もう1本出れたんですね。ここは塁に出ていくというバッティング、先ほどみたいに右を狙って、さあ今日のハマスタドラマは果たして頑張っているんでしょうか。岩瀬からまず1点、かつてのチームメイト中村典弘、外で来ています。もうねえ、続いてのコントロールミスはなかなかできないという予選の投球ですね、うん、まあ、でもね、ツーボールワンストライクで、ね、はい、まあ、ちょっと甘めに来たんですけど、はい、あ、まあ、狙った球と違うかったのか分かりませんけどね。さあ、ツーツーになりました。どうだ、フェアかファール入った、同点、ラミレス中村のリーレンズ、ベンチの中畑清はこの表情、ラミレスのハイタッチだ。9回の裏、ラミちゃん、そして森連発、3対